CIPR 81.8 SSK Radio Internet Protocol Broadcast Product by SSK Radio 参った参ったな参ったな参ったなえ、なんすか参っちゃいました参りましたよどうしたんですか逆に逆に参りましたよこっちは待ちましたよ参ったなあれあれ参っちゃったな参らせちゃった人が参っちゃったな、はい、失礼しましたしましたしました遅刻しました自分でエコーかけないでください遅刻しましたすいませんはい藤子に何ですかね遅刻する人多いですね藤子ちゃんに続いてはい渡辺匠のヒートポップジャパンの渡辺匠が遅刻をしましたはい、デデンって感じですねなかなか始まらなかったですよ全く本当にあの今日は土下座でずっとやりたいなと思ってますマイクを地面に置いて土下座で落語みたいになっちゃうんで。そうですね。いやすいませんでした。本当すいません。うん、いやなんかあれですね。はい、本当遅刻ってさ、はい、やっぱダメだよね。ダメですよ。うん、ダメですよ。うん、なんかやべ今日ちょっと遅れるなと思って。はい、あこれちょっと一本入れとこうって、はい、くらいにしかいや思ってたよ。はい。これグミ食べて待ってんだろうなと食べましたよグミと3人でみんなで分けて食べたのとあとなんかスナック菓子を食べて、はい、パリパリグミグミしてましたよパリパリグミグミ、はい、パリパリグミグミ、はい、面白いねパリパリグミグミうーんいや本当にすいません時々窓の外いっぱい見ながら、うん、もしかしたらそこで遭難してるんじゃないかって、ね、あ思いましたよ渋滞かなとか不べきかなとか全然晴れてますもんねそうだよね理由見つからなかったもんね、はい、どうしたんだろうって寝てるのかと思ってあすいませんいや挽回しますよはい、うん、頼みますよはいわかりました初ということではい気合い入れていきたいと思います、はい、それでは渡辺匠のヒートポップジャパン WIZ この番組はサウンドキープレコーズテクニカル TI 自転車で笑顔を運ぼうプロジェクト以上の協賛で北海道札幌市 SSK ラジオエジソンスタジオをキーステーションにお送りします。ということで罰ゲームを早速ねゲストリステじゃないですかもう募集していきたいなと思いますけども、はい、僕のね過去のあのラジオとかじゃなくて、はい、勝手になんかさ中学校の時に、はい、なんかやらかした時に、はい、あの罰ゲームとかさ、はい、よくやってたんだけどなんか先生に変な質問をするとかさあ、ね、ありましたねとかさお前行けよみたいなそう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 あとなんそうだねあの電柱に登るっていうねあの罰ゲームとかしましたけどね電柱に登るねはいとかねそんなんじゃ多分許してくれないんでしょそうですね、うん、電柱に登るだとしたら、うん、登って頂上にタッチして帰ってくるで許しますだからその頂上にタッチできないよ多分危ないでしょねいやだからどんなことがいいかなやっぱ食べさせられる感じかなうまい棒みたいなそうですね待った分だけあ待った分だけね苦しみ続ける苦しみ続けると同じ時間を苦しむみたいなはい、それで挽回例えばなんかある例えばですか、うん、こんなのいいんじゃねえかみたいな罰ゲーム昔やった罰ゲームとか昔やった罰ゲーム罰ゲームやったことないですね人生で多分あ本当はい罰を受けたことがないとはい
マジか。そんな感じで生きております。よーし、じゃあなんとか、じゃあなんとかいつか遅刻させてやろういや、 A 型なんで時間厳守しますんで。あ、ほんと。そっか。まあいかなる理由があっても1分でも遅刻したら遅刻ですよ、それは。あの、遅刻だもんね。はい。まあこんなこと言える分際じゃないんだけど。そうですよ、何言ってんですか。もう人の遅刻がなんかこう語るっていうね。いやそうだよ。じゃあ罰ゲームさ、はい、やっぱりあれじゃない、リスナーの皆さんからさもらった方がよくね。恐ろしいですね。また募集するんですか。募集しましょう。はい。うん、うん、はい、それです、それです。募集の宛先は、はい、wiz@sskradio.com、 wiz@sskradio.com です。はい、ということでね、お手柔らかにってやっぱそう言うんだね、やっぱね。それ分かった。人はですよね、うん、その気持ち分かった。ガツンと面白いやつお願いします。よろしくお願いします。SSK Radio P-POP Japan 5th Anniversary。 理想的な音作りを実現するテクニカル TI、 CD 制作から機材調整までさまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音を、あなたの耳にテクニカル TI。はい、ということで、はい、前回藤子ちゃんが、はい、遅刻した時の罰ゲームなんですけど、はい、何ありましたっけ。これですね、落とし穴罰ゲーム。はい、落とし穴罰ゲームド定番ですねって書いてるけど、どんなことなの、はい、ん、落とし穴、え、本当の落とし穴じゃないですか。落とし入れるとかじゃなくて、ドキ歩いてる時にゴシャみたいな。それをみんなで笑うっていう落とし。あのね、僕ね、はい、昔警備のアルバイトをしてた時があって、わお、その時に警備のアルバイトって雪山に登るんですよ。雪、冬は、はい、下にいても道路見えないから雪山に登るのさ。上から見るってことですか。そうそうそう、上から見るんだよね。そして警備ってローテーションで、その3つのポストを、3つの場所を4人で回すんだよね、はい、で1人が休憩しててっていう風にずっとそれを回るのさ、はい、1の場所に行って、次休憩したら2の場所に行ってってやるんだ、はい、してそのローテーションの中におじさんとかがいたときに、そのおじさんをはめようっつって他の3人でずっと落とし穴を作り続けてで最終的にすっげえ一人が入るような穴作った後に、柔らかい雪だけサラサラって入れて本当の落とし穴作ったことあったよ。警備員がですか。そう、そして警備員が落とし穴にはまるっていう。あ、本当に、おーっていう声が聞こえて、やばい。そうそうそう、とかあった。いや、まあそれは面白いけどね。面白い。うん、そう、はい。面白いですよね、見てて。うん、で、あと何て書いてるっけ。あの恐怖再び。なんだっけ、これは。あとは、あー、妹さんのに秘密を暴露してもらうとか。はい。おお。藤子の妹の私がね。あ、自己紹介してなかったね。あ、じゃあ、はい、じゃあ、まあ、じゃあ、あともうバッチリしてもらいましょう。ういしてもらいますんで。はい。そうなんですよね。あと路上ライブ頑張ってくださいとか。はい。あとなんかもう一つぐらいなかったっけ。罰ゲームですか。いや、これもらってたやつはこんな感じなんだ。そうだそうだそうだ。で、まあ実際にやった罰ゲームっていうのはあれですよ、うまい棒を100本食べるみたいな。あ、違うか、1分に1本だから60本か。はい、収録中ずっと食べ続けるっていうね。すごいね、ずっとサクサク鳴ってるねラジオだったよ。サクサクもぐもぐ言ってるな、はい、ラジオだったね。聞きましたよ。うん、ひどかったでしょ。ひどかったですね。サクサク、はい、ずっとなんかカシャカシャサクサクカシャカシャって、
BGM がグミグミ言う、グミグミではなかったですね。あ、グミグミではなかったですね、はい、パリパリの方ですね、どちらかというと。パリパリ、いやそんな罰ゲームがありましたけども、はい、いや今回はどんなねやつが来るんでしょうかね。何系ですかね、グミグミ系ですかね。いや食べる系じゃないんじゃない、やっぱり、うん、うん、とか痛いやつとかでも別にいいしね、なんていうの、パッチンみたいな、そう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 、とかでもいいしね。あ、それさっきよぎったんですよ。よぎった、罰ゲームって言ったら、うん、あの口にゴム引っ張って離してパチンってやつ、うん、やばそれやりますか。あ、 100m 離れます。100m 離されるでしょ。いや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 、逆じゃないですか。あ、その痛い系ね。あ、でも痛い系ってでもラジオの中でも伝わるっちゃ伝わんない、なんか声ですよね、うん、っていうの、はい、であと向こうが妄想してくれるでしょ。そうです、ね、どんな感じだったのかなって、面白いなみたいな、はい、まあ、それいいかもね。いや嫌だけどさいいかもねってド M じゃないですかやばい、嫌だけどさ。まあそんな感じでね、はい、まあ、いろんな罰ゲームあると思うんですけども、うん、まあ、あのまずその届いたお便りは、はい、あの包み隠さず読みますので、はい、どんなえげつないやつでも送ってください。はい、はい、お願いしますよ。ということでさ、さっきさ、あの言ってたけど自己紹介してないので、はい、自己紹介タイム、はい、もう担当ありますんで、はい、今日僕はそんなに喋れないので、はいどうぞ。今からですか。どうぞどうぞ、始めちゃいますか。シマランコと申します。今までこのコーナーにいた島藤子の実の妹でございます、はい、マジっすか。はい、こんな妹さんですか。そうです。わお、はい、今みんな喜んでるよ。誰ですかみんなで、リスナーの。あ、気づいてなかったですか、私のこと。気づいてなかったって、あ、俺が、はい、いや俺は気づいてたよ。リスナーさんも、あ、リスナーさんは気づいてないんじゃない。でも声よくすごい似てるって言われるんですけどあ、どうですか、いつものリスナーの皆さん、違和感ありました。あ、ダメですかこいつ。あ、そうですかいや、そうだよね。あ、でも僕はね、ちょうどこうお会いしてるから、はあ、なんかさ、違うでしょ、こう顔も違えば。そうですね、ね、雰囲気も違いますから、うん、これで同じだって思うことはないけど、はい、でも声だけしか聞いてないリスナーさんは、はい、あれなんかどうしたのかな、なんかね、声同じだけどなんか違う、本当どうなのかなとかさ思ってるかもね、はい、うん、もしかしたら電話とかだったら本当にわからないって言われますね。いや、そりゃそうだよね、電話って本当わかんないよね、はい、うん、声変わりますもんね、軽く。そうだそうだそうだ、そっか。いや、まだまだ自己紹介まだあるでしょ、自己紹介。そんな私妹ですだけじゃないでしょ、はい、趣味とか特技とかですかそうそうそう大丈夫ですか。何でも何でも。趣味特技は共にスポーツです。へえ。はい、ずっともう体育は成績は満点でした。ずっと、はい、何があっても。へえ。何スポーツって何するの、何でもするの。小学校の時は野球の少年団入ってて、うん、野球、はい、あの少年野球やってて、中学校はバスケ部やってて、高校で陸上部です。へえ、すごいね。はい、動いてないと生きてられない感じ。え、なんでそんなにあれなの、種目変えるの。もうある程度もう制覇しちゃうの。あ、そうなんですよ、制覇してなんか陸上競技って極みだなって思って、うん、走るし投げるし飛ぶしみたいな、うん、あ、なんかもう制覇しちゃったなみたいな。へえ、投げた。次は何するの。次は何しますかね。バドミントンでもしない。いや、つまらないです。え、なんでなんで動かないじゃないですか、そんなに手でピュンピュンやってるだけで。いや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 、ロッククライミングとかいいですよね。バドミントン超動くから。あと柔道とか空手とかやりたいんですよ今。あー、空手ね。キックボクシングとか。いや、キックボクシングはやめた方がいいんじゃないなんでですか。あ、か、あ、そっか、格闘技か。はい、瓦割りとかやってみたい。へえ。あ、全然そんな感じはしないわ。私ですか、見た限り。見た限りは。本当ですか、よかった。しないしないしない、全然。へえ、そうなんだ。ですよ、バリバリの。え、何、バスケではどこまで行ったの。え、全国大会とかそういう感じのどこまでですか。うん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 。あと市内最弱でしたなあまあでも全部ね、ルールとかさ、はい、
こういう風にやるとかね。はい、ゲームキャプテンだったんで。へえ。引っ張ってましたよチームを。すごいね。死ぬまで走れとか言われて。僕は今年からバスケを始めまして。あ、本当ですか。はい。昨日もあの清田区体育館で、はい、あの汗を流しましたけども。いいですね、うん、あのバドミントンの格好してバスケやりに行くっていうね。あのね、バドミントンってコートがあのね、バドミントン人口めっちゃ多くて。そうなんですか。15分交代になっちゃうんだよね大体ね。だからその15分休むのがみんな休むんだけど、はい、バスケットのボール買ったから、うわお自分でボール持ってってあの隣のバスケットゴールにシュートして15分終わったらまたバドミントンし て, ハードですね。ずっとやりました昨日。へえ、うん、スポーツネタ結構いけそうだ ね, したらね。そうですね、好きですよ。僕もスポーツは大好きなの で, もただずっとバドミントンしてますんで。バドミントン小学校から。はあ、すごいですねそれは。小学校からやってたらさ、10歳からやってたんだよね、はい、よく考えたら、はい、もう僕18年もバドミントンやってる。やばい、私今18歳なんで。やばい、生まれた頃からやってないといけないですね。うん、生まれた頃にやったんだわ。そうですね、やってなきゃいけないんじゃなくて。ちょうどそうですね。すごいね、すごい話だね。そうですね、相当年だな俺。あ、じゃあ10個違うの。そうですね、はあ、そっか、そういうことですね。そうなんだ。はい、へえ、あれだね、年はまあ18歳と。はい、あ、そうです。公表していいかったんですか。大丈夫ですか。18歳です。へえ、いいね。22、3に見えてたよ。嘘だ。嘘ですよ。いや、なんかね、いや、わかんない、女子ってそうか、嫌だよな。と、何歳に見られたい一番。年相応はなしにしてしたら、はい、年相応としか言われないんですよいつも。本当？はい、それか、若く見られたい。でも今の時期さ、はい、若く見られたくなくない？そうなんですよ、若く見られるイコール幼いってことじゃないですか。なんか中学生みたいとか言われたら傷つくじゃないですか、うん、そんなってなるんで。だから 1,2 個上とかでもよくない？そうですね、今だったら大人っぽく見えたよ、はい、みたいな。 1,2 個くらいならいい感じですね。いいでしょ。あ、マジみたいな。うん、で25くらいになってくると 2,3 個下に見られたいのよ。あー、難しいですね、うん、そう、微妙なところですね。でも、あ、まあそっか。で28くらいになってくるとなるべく年相応に見られたいのさ。今度はまた逆になるってことですか。そう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 、今度はあの上とかに見られたりも しちゃうから。はあ、そう、あ、なんだよね。そうですね。じゃあ今は、まあ、20歳くらいの気持ちでやった頑張ればいいと。はい、いいね。そっかそっか。なんか、あ、なんか僕に対してなんかありますか。あの、その、この野郎とかじゃなくて。ああ、ごめんなさい。この野郎の子が出そうになった、うんうん、そうそう、なんか質問ね。質問ですか。なぜ遅刻したのですかとか話にして、ね、考えてたのにその質問。質問ですか。うん、なんか、あ、じゃあ部活もずっとバドだったってことですか。そうですね、僕バドミントンでしたね。一応結構あの上位だったので学校自体も。すごい。中学校は全道大会行って、そしたら今度はね、高校何どこ行こうかなって思ったら、はい、あの札幌第一高校って言って。聞いたことあります。一番ねバドミントン強いんだよね。いや、今はなんかだいぶいろんなところが勝ったりとかするようになったけど、僕が行ってた時は27連覇してた時だから。うわ、全国でもベスト8とか入ってるチームだったんですけど。すごいですね。もうね、とにかくね、もう走らされるし、はい、まあ、上下関係が半端じゃないね。先輩とですか。そう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 。意外だって。ダブルスとか組まないですか。あ、基本的には同じ学年で組む。3年間組むっていうのが、規則っていうか基本なんだよね、うん、でも奇数の時って組めないから、はい、人間が奇数の時は組めないから、その先輩と組んだりとか、はい、組めなかったりとかっていうのもあったけど、うん、まあね、そうだね、ずっとやってますよそれで。大学もそれでそのまま。高校の時にそのすっごい強い学校だったから、はいはい、ほんと下っ端だったんだけど、うん、大学に行った瞬間一番上って。ちょっとなんかそれいいんだか悪いんだかですね。そうそうそう、そういうのとかありましたけどね。へえ。まあなんか結構スポーツトークできそうですね。はい、さっきも言いましたけどね。ほんとに。え、今なんかやってるんですか。朝のジョギングとか。ああ、いや、春になったらやります。ああ、冬ですもんね。冬はね。私ですか。私今何かやってるかですか。うん、ええー、
寝る前にストレッチとかちょっとした筋トレとか体幹トレーニング今やってます。体幹トレーニング？わからないですか？何それ、どういうこと？なんか腕立て伏せの手のひら下につけないで、うん、肘の腕のところ全体につけて、うん、もうはいつくばるみたいな形で何十秒とかやってたらここがすごい、うん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 、鍛わる鍛わる鍛えられる鍛え、うん、鍛わるはい、高まるみたいな言い方しちゃったけど、うん、鍛えられる体幹トレーニングやってます。それ体幹トレーニングって言うんだ。はい、でもさ、なんかそういうやつの方がさいいんでしょ。なんかあんまりこう腕をさ曲げたりとか、はい、それこそなんかあのリハビリとかって、はい、そういうのやるらしいね。結構体幹とかですか、長く同じ姿勢を保つみたいな、うん、あんまりさこうやってなんていうの曲げたりさ、はい、ってしない方がいいじゃん、ね、はだからなんかそういうのやってるって言ってたけどね、うん、リハビリとかやってる友達とかね。はそうなんだ。そうですね、それが今のところやってるトレーニングですよと。そういうことです。気が向いた時にですけどね。気が向いた時は、はい、まあ毎日はやんないとね。はい、ああやろっかなみたいな。じゃあまず空手とかやろうよ。したらやりたいですよ。僕空手でも一応全土1位ですから。え、小学校の時なんていう経歴をお持ちですか。バドミントンよりも強いっていう、ね、本当ですか。すごい、うん、肩も3位だし。肩なんか、うん、ああいうやつですか。全土、そう、なんていうの、なんポージング的な。そう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 、はい、肩。へえ、そう、一応空手が一番。やりたいです。やりたい、はい、空手ね、めっちゃやりたいです。マジで、はい、もうおいいじゃん。マジで悩んだ時あって、なんかどっか入門しよっかなみたいな。あのちょっと関係ないけど思い出した。はい、関係ない。あのね、はい、罰ゲームで、はい、ライブ中に空手の肩やったことあるよ、はい、恥ずかしい。めっちゃ笑われたけどね、はい、笑いますね。それはあったわ。おお、その時ね、棒術やったけどね。棒術やりました。そうそう、いや、棒で、あ、そっちで、そう、棒術、防御の棒かと思いました。違う違う、棒術あるんだわ。それやったな。へえ、いいですね。なんかさ、これ本当にさ、今さ、はい、リスナーの人にさ、はい、罰ゲーム考えさせられるヒントを与えてるよね。そうですね。そうですよ、本当に。これならできそうだぞ、あいつらみたいな。はい。ね。いや、まあね、そんな感じで、はい、いいんじゃないですか。はい、いいっすか。もうなんか、そうですね、私言いたいことありましたってことはないように。まあでもヒーチャポップジャパンにも結構そういうの忍ばせてあるからね。はい、まあね、これからということで。いいっすか。はい、じゃあ次のコーナー、はい、いきますか。はい、はい、ヒーチャポップジャパン。はいはい、ということで、はい、ここに8枚の紙がありまして、はい、それをね引いて中に何が書いてあるのかなっていう、はい、やってみましょうか。はい、初めて、はい、じゃあどうぞ先に。いいですか。いいですよ。大丈夫ですって見えないからいいんですか、開けて。いいですよ。ペイ、あ、反対だった。お、自分の、自分のですね。あ、自分の引きましたね。自分の引いちゃった、うん、いいですか。全然いいよ。春ですね、新習慣始めたいんですけど何かありますか、です。そうだね、舌を磨くとどう新習慣ですか。うん、あ、すでにやってましたね。やった、はい。あ、そっかそっか。じゃあ歯間ブラシ使うってこと。それまだやってなかったですね。うん、やってみようか。なんでその歯系なんですかびっくりしましたよなんかあるの、なんかこう、こういうのとか。イメージとしては、うん、その朝のジョギングとか。ああ、そういうこと、ね、みたいな。あ、鍛えられさるやつね。なんかおしゃれな感じの、おしゃれ、おしゃれな、はい、何、スタバに行くとかね。ああ、 いいですね。新習慣、はい、とか夜には紅茶を飲むとか。いやいやいやおしゃれだね、はい、なんかないですか。なんかさ、鍛える場所のなんか違うやつすれば。例えばさ、指とか鍛えたことある、はい、ないですよ。ないでしょ、はい、あのギターとか弾くので、はい、指を鍛える、あのなんていうの、こういうさ、握るやつあるじゃん。ですか、はい、そう、それの指のやつがあるの。あるんですか。あるの、あるの、それとかどう。却下ですね却下か。いや、なんかもう、もうすごい筋肉あれなんで、もう指まであれになっちゃったらあれだなっていう。あ、じゃーん、笑わないでください女の子の筋肉見て笑わないでください。
いや、いいじゃん。これで指もマッチョになっちゃったらもう生きていけない。指マッチョね。嫌だ。じゃあ何、新習慣は何にします？あ、決めます？うん、うん。じゃあ歯間ブラシを使うと。歯間ブラシ買ってみますか？なんだろうね、なんだろう、新習慣。あ、思いつきました。いいですか？いいよ。ミキサーっていうかフードプロセッサーみたいなやつ買う予定なんで、うんうんうん、それで毎朝あの果物のスムージーを飲むっていう新習慣いくないですか？おしゃれ。すごい思いついた。自分で思いついちゃった。自己解決でした。うん、いやそれはね全然思いつかないよ。そうですか？だってさ、それ買うって俺知らねえもん。そうですね。その情報最初から俺分かってたら、はい、スムージーとか作ればってなるけど、はい、それはないから。うん、仕方ないよね、はい、そうでしたね。じゃあ、いや、最近夢見ました？はい、私からの質問ですね。見たね。見ました？いやでも見たけど、これといって全然覚えてないな。毎日夢見るんだよね俺ね。へー、寝れてないじゃないですか。そう、いやそうっていうか分かんないけど、幸せな夢見るときもあるし、はい、この前ね、歯が全部抜け落ちる。あれ夢を見ましたけど、ね、なんで歯なんだろうね、ずっとね。不思議ですよね、夢って面白い。歯がポロ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 みたいな、うん、面白い、うん、なんか涙のごとく落ちましたね。落ちるんですか？パラパラ大丈夫ですか？あやあってなりました。はい、なんかあったの夢とか。雨ですか？私ですか？うん、私はですね、なんか不思議な夢だったんですけど、はいはい、夢って大抵不思議じゃないですか。まあね、なんかあのスケジュール帳あるじゃないですか自分の、うん、その今使ってるスケジュール帳を貸してって言われて、うん、見知らぬ男の人に貸してる夢を見ました。なんかこれえスケジュール帳ですけどいいんですかみたいなこと言ったら、カレンダー見たいだけなんでみたいなこと言われて、あじゃあどうぞって言ってスケジュール帳貸すっていう変な夢。いやあるね、そういう意味の、はい、意味わかんないやつね、はい、運命の人だったんじゃないかな。え、それどういう人かっていうか、その顔とかは分かんの？覚えてないです。覚えてないでしょ、はい、ただなんか絶対知らない男の人に。なんか大学みたいなところで貸してて。運命の人。はい、きっと予チームですこれは。あスケジュール帳貸すと。はい、持ち歩いてますよだから。いやいや、それみんな持ち歩いてるでしょ。いつ貸すことになってもいいよ。皆さん持ち歩いてくださいね。同じ状況でもね。はい、そっかそっか。じゃあ次行きますか。はい、どうぞ。あ、はい、家、あ、なんて読むんですかこれ。家から家族が減ることはどんな気持ちですか。あ、これね、実は僕の弟が、はい、あの帰ってきてるんですね、はい、あの今まで4年間大学で旭川にしてたんですけど、はい、まあ、その時の気持ちもあるし、まあ、お姉ちゃん、はい、いなくなったでしょ。ああ、はい、だからどんな気持ちかなって思ってさ、ちょっと書いてみた。どんな気持ち。寂しいですよね。軽く2ミリくらい。2ミリくらい、はい、1メートル分の2ミリくらい。2ミリくらい。悲しい。そんなでもないね。はい、でも今までお姉ちゃんが使ってた部屋が私に当たるので、うん、お姉ちゃんがいなくなったことによって、うん、よっしゃと。はい、だからよっしゃみたいな感じで。あれ他にあれなの、兄弟っていうか。いるんですよ、もう一人下に妹が。あ、そっかそっかそっか。今まで2人部屋だったので、うん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 、お姉ちゃんが出ていったら私の一人部屋。はい、やったーってなってるけどさ、はい、その妹もさ、はい、あれじゃない、こう一人部屋になるわけじゃん。はい、妹もやったーですよ。でしょ。はい、お姉ちゃんが、はい、私よりも先に一人部屋もらってみたいなことはないの。妹ですか、うん、あ、それは思わなかったですね。あ、思わなかった。気づかなかった。あ、そっか、妹も一人部屋か。そうだよ。狭いのかな。いや、同じです大きさ。あ、そっかそっか、はい、まあね、まあ、うん、全然お姉ちゃんがいなくなってハイタッチしてたなんて言えないですよね。妹と聞いてる。聞いてないですきっと。大丈夫、はい、やった、一人部屋だって言って、まずはハイタッチして、あ、これ内緒ですよ絶対お姉ちゃんには。いや、みたいな。僕はね、あれなんですよ、逆にその帰ってきた弟の、はいはい、不思議さ。なんかほんとさ、はい、帰ってきてもさ、いやめっちゃ久しぶりってなんないじゃんさ、あの兄弟っていうかさ、うん、ね、家族なんてさ、はい、だからさ、昨日までね一切いなかったやつがいきなり普通にいるっていう、はい、普通になんかすごい不思議なんだよ ね、 そうですよね今。あ、うん、すっげえ不思議だわ、うん、だからもしね急に帰ってきましたってなってね、
したらまた部屋さ、はい、なくなるでしょ、はい、って話じゃん。そうですね、なんなのよ、次いつ行くんだっけってなりますね。はい、帰ってくんのよって話になっちゃうでしょ、はい、ね、そして出てったらまたハイタッチするんでしょ。そうですね。そうだね、面白いね。いや寂しいですよ、ちゃんと。この冬転びましたか。はい、だってどうぞ。もう転んでないな。本当ですか。うん、いや転ばないね、そんな。はあ、ツルツルだったのにですか。ツルツルだったのに。へえ。昔昔、はい、あの毎日学校に走って行ってたんだけど。はい、10分くらいね。はい、その時に当時好きだった子の目の前で転んじゃったこと。わざとですか、それは。いや気を引きたくて。いや気を引きたくてとかも何でもなくて。はい、すごい今でも後悔。うわ恥ずかしいですね。そう、しかもその通りを通るたびにあの時ここでこけたなって思う。あ思い出ですね。思い出です。苦い思い出。そう、真っ白になっちゃうでしょ、あの転んだら。はい、本当に。あすごい恥ずかしかったね。転んだの。転びました、私は。転倒した。はい、たくさん。なんかもう1日に3回くらい転んだ日もあって。マジで。なんか靴がツルツルで、ちゃんと冬靴履いてたんですけど、うん、なんかこの靴ダメだなと思って、うーん、もう本当に何メートルに1回くらいの勢いでツルンツルンってゴシャーみたいな。まあ僕の友達は1秒で3回こけたってやついました。え？え？こけて起き上がろうとしたらこけてこけて。え？何ですか？1秒でこけた。スケートリンクにいたのかな。ねえ、そんなレベルですけど。はい、面白い。コロンコロンみたいな。やばいですね、それは。どうぞ。いきますよ。今何食べたい気分ですか。今何食べたい気分。はい、あそうだね、もう純粋に喉乾いちゃいましたね。あ、わかります、ちょっとパサパサになってきましたね。スムージー飲みたいですね。あ、スムージー飲みたい。はい。スムージー結構ドロドロしてるやつ。はい、固めのやつ。ドロドロ系で、うん、キウイ系の。キウイ系の。はい、毎日、本当に毎日作るの。作りたいですね、夢です。相当これかかりますよ。そうですね、でもこれはこれじゃないですか、大丈夫。オッケー、オッケーな感じで。いやいや、伝わんねえな今。これの方はこれなんで。あー、オッケーオッケー。まあじゃあスムージー罰ゲーム。あ、スムージーは飲むと。何入れますか、石炭とか。いやいやゴリ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 で食べ物にしようや。うん、唐辛子みたいな。そうですね、わさび、唐辛子、からし、生姜、それやばいなにココアみたいな。ココアいや甘辛みたいな。いや辛いのはまあでもあれだよな、草屋とかさ、そういう系やからさ。うわだけど俺の裏テーマはそのミキサーをも臭くさせてやる。うわうわ、下水。うわ、もう使えないじゃないですか、せっかく買ったのに。ね、はあ、あ、スムージーいいかもね。はい、あスムージー、うん、スムージーってさ、はい、あれなの、基本は野菜とか。そうですね、野菜、うん、リンゴとか。卵とか入れないの。だからえ、それこそザ、なんていうの、ザンギとかさ、炊いた米とかさ。お、あれするってことですか、うん、砕く、ジュースみたいな感じ。え、どういうことですか。できないか、しない、いや、できると思いますけど。あ、じゃあそれ罰ゲームにします。自分で今飲みたいやつ言ったんですか。いや、唐揚げのスムージーが飲みたいってことですか。唐揚げのスムージーってやばくね。マヨネーズ入れます。どんな感じなんだろう、じゃあ想像できる。やばくない、気持ち悪い。歯ダメになる。うん、歯ダメになりそうだね。あ、歯ですね、うん、その抜け落ちた方の歯じゃなくて。うん、いや、そりゃそうだよ。歯、そうですね、ナイフの方ですね。ナイフの方ね、そう、まあね。じゃあそれもちょっと検討、はい、検討してくれるのはリスナーさんですから。はい、どうですか、それ面白そうだなって思えばさ。はい、じゃあどんな曲聴きますか。私ですか、うん、どんな曲と言いますと。ジャンルっていうかね。ジャンル、あ、まあ何でもいいよ、このアーティスト好きですとかでもいいし。アーティスト、私はアベマオが好きです。うーん、ご存知ですか。じゃあなんかあれだね、ギターとか
そうなんですよ、弾き語りたくて。弾き語りいいね。で、ちょうど今いなくなったお姉ちゃんがアコギ部屋に置いてったんで、うん、お、あ、新習慣いいじゃん、教えてあげれるよ。アコギ弾き語りたいんですよ、うん、アベマ王を、ジャンガジャンガ。じゃあまずは曲作って。はい、うん、曲作りましょう。作る。あ、行くない？そういう企画。なんかエンディングテーマとか。そう、え、曲作ってきて歌ってもらう。あ、エンディングテーマいいんじゃない？曲、エンディングテーマ私が。なんかデデデーとかないの？え、アコギでジャンジャジャンってことですか？ジャ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 。それをただ流すだけってことですか？よし、エンディングレコーディングしましょう。はい、それいいわ。それいい。はい、これ僕曲をね提供するのね好きなんで。曲はあの授業で作ったことありますよ。ほんと？アコギで。へえ、面白そうだね。はい、じゃあ曲作ってくる？がっつりやりますか。やろう。レコーディングから。レコーディングから。わーおねえ、ワクワクする。やりたい。お、なんか始まる、春っぽい。うん、始まるね。はい、おー、ヒーチャポップジャパンからこんなところまで来ましたあ、俺が弾いたな。あ、そうですね。ん？そっか。うん、え、すごい、今のはいいわ。はい、春を感じるときはどんなとき？おー、どんなときだろうね。私はですね、最近、うん、テレビのニュースで東京が桜咲いたとか言ってるのを見ると、うんうんうん、あ、春なんだなって吹雪を見て思いますね。おはい、ね、こっち遅いもんね。はい、全然。ほんとね、5月でしょ、うん、そうですね、咲くのは、うん、ゴールデンウィークにあれだもん、みんな花見だもんね。はい、ちなみに咲いてます。そっか、やばいね。やばいんですよ、うん、なんかね、新入社員のさ、はい、一番最初の仕事って、はい、あれなんだって、花見のね、咳取りなんだって。あー、なんか聞いたことあるかもしれないです、うん、そうらしいよ。すごいよね。そうですね、そう、1年目の人が一番最初にそういう企画っていうかさ、みんなこう、うん、いついつどこに集まってくださいとかさ、はい、もう全部作ってやるとか、なんかそういうのあるらしいよ。へえ、ね、そういうのできないもんね。そうですね、こっちはなかなかできないですね。寒いしな。ですね、凍っちゃう。よし、行くか。今欲しいものは？今ですか？いいですか？うん、ハンモックが欲しいです部屋に？はい、寝れる用の、自分が。あー、ハンモックってさ、寝心地どうなんだろうね。なんか酔いそうですよね、ずっと寝返り打ったっけ、グラングランみたいな。うん、落ちそうですね。そうですね、グルンって落ちちゃいそう。なんかその本当の木のベッドとかをハンモックにすればいいんじゃない、はい、ただこうやってそういうベッドをさ、はい、こう上にさ吊るしてさ、はい、こうグラグラできるよね。なんかハンモックってこういう風にさ、はい、オムレツみたいな感じになってでしょ、はい、じゃなくて普通のベッドを上に吊るして、まあ、ゆらゆらだけするけど、まあ、寝心地は同じ何を言ってるんですかん、ちゃんとしたハンモックがいいんだ。そうですね、うん、てか木に寝たいです。木が両方にあって、そこにハンモックっていう。あー、ムーミンじゃない、それ。そうなんですか、ムーミンみたいだね。じゃあムーミンになりたいです。あ、違うかわかりました。じゃあハンモック欲しいと。はい、わかりました。ということで終わっちゃいましたけどね。終わっちゃいましたね。うん、でもだいぶなんかこんな感じだよ、ヒーチャポップジャパン。あ、本当ですか。うん、何言った、分かってきた。うん、はい、こんな感じかなって。はい、うんでなんかはいって言っとかないとダメかなと思って。うん、じゃあということで次のコーナーに行きましょうか。はい、はい、自転車で笑顔を運ぼうプロジェクトのリーダー、ニセ用水だ。俺は笑顔を届けるため自転車に乗っている。詳しくはニセ用水のブログ天気は変わるをチェックしてくれ。僕は漕ぎ続ける、みんなの笑顔のために、そして自分の信念のために。はい、ということで今日の即興のテーマ、遅刻。それでは聞いてください、あなたのことが好きだから。
遅れたらあなたは怒るのよ。もう困っちゃうけど、だけどあなたのことが好きだから、いつも許してしまうのよ。ありがとうございました。ということで、もう一曲、今日の曲は遅咲きの春という曲をやりたいと思います。それでは聴いてください。遅咲きの春。散ってゆくのが美しいんだと、咲き続けるのが使命なんだと。冷えてしまうものだから愛しい。朝の光を浴びて、夜の雫に濡れて、開く時待ちわびて、思いが今花開く。遅咲きの桜の花が街に春を運んで、遅すぎた君との出会い、君は気づいてるから。てしまっても美しいんだと、踏みつぶされても負けないんだと。花の命は短いものだと、消えてしまうもの、時待ちわびて、思いが今花開く。遅咲きの桜の花が僕にも春を運んで、遅すぎた君との出会い、君は気づいてるから。SSK Radio K-POP Japan 5th Anniversary。 この番組はサウンドキープレコーズ、テクニカル TI、 自転車で笑顔を運ぼうプロジェクト以上の協賛で、北海道札幌市 SSK ラジオエジソンスタジオをキーステーションにお送りしました。はい、ということで、はい、エンディングですけども、どうでしたか今日は。いや、楽しかったですね。初めてだよね。はい、初めてでしたね。
なんか顔見知りしなかった、顔見知り人見知り人見知りしなかったです、あんまり人見知りですよね、はい、うん、よかったよかった、まあ、顔見知りってさ、もしさ人見知りと同じような意味だったとしたら、はい、顔で選んでると思うそうですよね、まあ、この顔無理みたいな、この顔はちょっと私人見知りですみたいな訳が分からないまあね、まあ楽しかったってことはいいことだよね、はい、まあなんか基本的には楽しさをなんかリスナーのね方々にお送りできればと思いますけども、はい、なんか自分なりの目標とかあります？なんか目標ですか？僕の目標は一応80歳までこの番組続けるってことなんですけど本当ですか？え、何でしょう目標。そうですよ、僕80の時局長は何歳、78くらい、72か それではどうぞみたいなじゃあいつまでも若々しく頑張るということで、私はぼんやりしてるなぼんやりしてるな、そっかそっかそっか、はい、若々しくね、はい、じゃあ若々しくなるためには何かこうねやらなきゃいけないことあるよね、はい、きっとね、したらね、何かですか？すげえ、何ですか若いのの秘訣が罰ゲーム。いやだってさ、あのリスナーの人は姿を見れないんだよ、はい、だから若々しいっていうのは声で表現しなきゃいけないから、そしたらなんかさこういうのした方がいいかなとか、なんかない、なんでしょうね、なんかありますか？とにかく声を張るとかしか、あどうなんだろう、なんかないかな、わかりやすくなんか若々しさをアピールできるようなラジオ、分かった、若いことばっかり言えばいいんじゃない若いこと、うん、マジダリーとかですかダリーとかは言えないでしょ、なんだろうな、なんかない、なんかそう若い世代が言ってるようなことばかり言うとかさ、言葉じゃなくて、なんて言うんだろうな、なんだろう、今学校、あ、まあそっか、学生、うん、なんだろうな例えば、はい、年取ってくるとさ甘いもの食べれなくなったり、あなんか脂っぽいもの食べれなくなったりするでしょ、いますねよく、でしょ、だからずっと肉好きですとか言い続けるとかさ、あ嫌いでも、嫌いでもちょっと食べれなくなってきたなとか思ってもいや私はですね朝からステーキ食べたいとか言うんですよ全然、うん、だからもうじゃあもうずっと肉好きキャラでいきますか、あ肉食キャラではい、おはよう今日の朝はステーキかいみたいな、はい、なわけないでしょ70歳になってもああそうだね、軟骨食べましたみたいな、ああいいじゃんいいですね、若々しさをじゃあずっとね、はい、保つために肉を食べ続けるっていう、わかりました、なんかないかな、こう僕らもね正直手探りですから、はい、手探りラジオですから、はい、本当にだからまあ本当にリスナーの方々にいろいろこう、はい、もらいましょう、なんかいろいろ意見ご意見さ、はい、ご要望罰ゲームなどなどね、はい、また最後に宛先とか言ったらいいんじゃないですか、言いますかね最後、はい、そのような楽しいご意見の宛先はwiz@sskradio.com wiz@sskradio.com です、はい、他も行きましょう、他これねこの辺とか、ファックスではファックスは 011-728-7280 はいです、はがきの方は郵便番号、うん、いよいよはがきの方は郵便番号 060-0808北海道札幌市北区北八条西三丁目札幌エルプラザ2階札幌市市民活動サポートセンターレターケースナンバー8までお願いします、はいということでお願いします、また皆さん聞いてください、はい、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、はいエルプラザ噛んじゃった何つったの、なんかエズプラザみたいな、なんだなんだろう、えエルプラザじゃなく、なんつったっけな、エプルラザエプルラザとか言っちゃった、ちょっとあれだった、やばいなと思った、読んだことなかったですね、読んだことなかったね多分、うん、だしあの尺が分かんなかったもんね曲ね、そうですね、いきなり、うん、
あ、カウントダウンが始まった。カウントダウン始まっちゃった。まあでもね、こんな感じでしたよ。はい。どうです、ちょっと砕けて、あとはですけど。砕けますか。うん、砕けて。砕けて。砕けていいよ。好きなこと言っていい。ザンギ食う？まず。ザンギ食う。ザンギ食う。あ、ポテトずっと食べたくて。あ、本当。私。言えばよかったのに。いや、いただきます。あとはくでポテト。大きか。あ、3秒ルール。なんでよなんでよ3秒ルールどうぞ。どれか分かんないけど、はい、シャッフル、ティーチャポップジャパンポテトみたいな、ね、今回のポテトはつっていやでもね、こういじり方は分かったかもしれないね、今回でね。フジコと比べてどうです？全然違いますね。お、全然違う。本当ですか？うん。いや、フジコちゃんはやっぱね、慣れてんだね。やっぱ慣れてるっていうかさ、いや慣れてないとか言ってるわけじゃなくて、いやそういうことですよ、慣れてないですもん。あ、慣れてないのあるよね。はい。いや、フジコちゃんは相当喋れる人だったんだわよく考えたら本当に拾ってくれてたもん、なんか。あ、そう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 。だけどちょっとそろそろ俺もしっかりやろうかなっていうね。ごめんなさい、迷惑かけます。乗っかっちゃってたからね、藤子ちゃんにね。あ、うん、藤子ちゃん聞いてますか？ラジオレター聞いてますか？聞いてますか？ということで、失って気づくっていうのはこういうことだと思います。藤子ちゃん、今まで本当にありがとう。今更ですけど、はい、だって最後に会った時なんて帰り方はめっちゃ簡単だったからね。じゃあねーみたいな感じで一瞬にして帰ったからね。いやー、なんかね、気づくね、やっぱね。そうですね。どうですか、姉ちゃんに、姉ちゃんからまあ部屋もらったし、はい、私も姉ちゃんを超えてやろうかなくらいな。そうですね。いやでもさ、多分物理的に姉ちゃんよりも長くやることになると思いますよ。そうです、一緒にね。はい、うん、だからだって姉ちゃんと6回でしょ。ですね。だって6回だよ。少ないですね。でしょ、はい、だってこれから80歳までやるんだからやばいやばいやばい。もうどんだけ、もう最初この初回のこの、でもさ、はい、初回忘れないね、思い出になったね、大遅刻して。そうですね、はい、大切な思い出をありがとうございます。そうだ、初回をこれ忘れないわ。あー、やらかしたな。うん、私も遅刻しないようにしないと。ね、そうだよね、はい、人のこと言ってられないですもんね。うん、80までやったら624回。待って、500回記念ってどれくらいな、何歳くらいになってんの？60歳。うん、500回記念は40何歳とかかな。47、予想41。うわ、惜しい。41歳までやったら500回。すごいですね。待って、じゃあもっともっと少なくして100回記念でどれくらいですかね。普通に毎月1回で8年後。うん、8年後か、すごい遠い。8年か、8年くらいできそうじゃない。そうですね、うん、8年。うちが持つか。いやね、頑張ろう。はい、ね、後枠だから何でもいいんだよ別に。次回に向けてのか。あ、次回に向けてね。次回に向けて、ね、まずは僕は遅刻をしないというね。はい、うん、頑張りますけど。私は罰ゲームの覚悟を。あ、そうだ。そうですね。いや、次回その罰ゲームが、はい、これ決定して、うん、その次ですからね、実行が。楽しみですね、うん、もしくはその瞬間にできる罰ゲームとかが来ちゃったらその瞬間かもね。あ、そうですね、うん、そうだね。まあ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 、まあ、頑張ります。うん、はい。あとあとあと、あれだ、あれ、あの即興をちゃんと、はい、前日なりにこう構想だけでもね、こう考えてくるようにしてね、
できるようにしたいなって思うんですけど、はい、どうですかね。はい、あの即興、まあそれは即興と言えないって言われたらそれはまあしょうがないか。うん、難しいよね、うん、それってね、うん、そうなんだよね。でもさ、あの次回までのテーマみたいな感じでもらって作ってくるっていうパターンもありだよね、はい、それもありですよね、うん、なんかさ即興じゃなくするか名前、うん、なんかちょっとそのクオリティにちょっと僕は自分的にちょっとダメかなと思ってきたので、さあテーマ募集して前の日までに作って、はい、でまあそれなりに完全なものでやるとどうすか。いいですね。いいすか。はい、したら、うん、じゃあまあリスナーさんからのちょっとテーマとかがあーなかったなって時はじゃあなんこちゃんに言いますんで、はい、連絡しますんで、はい、ポって教えてください。はい、うん、その時に、はい、そしたらさできるでしょ、作ってくるので。そしてあとさっきヒーチャポップジャパンで言ってましたけども、はい、エンディング作りましょう、うん、どうすか。いいですよ。そして曲調は何か何をしたいと、まあ、まあまあまあ、そっか、はい、じゃあそれはまあ置いといて、お楽しみというか置いといて、はい、じゃああのランコちゃんが歌うと歌ってくる。歌うんですか。私が歌わないの。歌うんですか。どうする。歌いたければ歌いたければじゃあ歌います。決定。 いや、わかんないです。下手と言われたことはないです決定。じゃあタイトル決める。あ、じゃないな、あれだ、またリスナーさんからキーワード。キーワード、あ、そうですよ、フレーズ。あ、これさ、一応後枠だけど今言って大丈夫。もう一回、はい、ちゃんと募集しよう。もう一回言っとこ。したらまずエンディングを、はい、エンディングテーマを我々で作ります。イエーイ、イエーイ。そしてそのまあ、まあ僕が曲作りますけど、はい、作詞作曲しますけど、はい、歌うのはランコ。イエーイ、ヨーヨー、やります。はい、そしてまあできればレコーディングもしたいなというそんな感じです。はい、それをどんな曲にするのかというアイディアを募集はい、まあ、キーワードでもいいし、なんかフレーズでもいいし、フレーズなんかね、こんな感じとかね、はい、でいいので正式に募集します。うん、お願いします。はい、宛先は wiz@ssklradio.com です。はい、まあメールでいいですね。わかりました、 OK、 お願いします。いや、どんな感じの曲にしますが想像できます。バラードとかそういうことですか。でもいいし、なんでもジャッカジャッカみたいな、うん、とかちょっとな、どんな好きな曲は。好きな曲は私歌いますよこれみたいな。バラードも好きだし激しい歌も好きだし、カラオケとかだったら、カラオケとかだったらバラード多いですね。ちょっとアップテンポのやつとか。何がいいかな、どんなのがいい、曲調。あと高い声は出ます。あ、そっか、高い声。はい、高い声、高い声またあれですか、うん、高い声。何言いますか。ヒートポップジャパンですか。うん、ヒートポップジャパン。そういうこと。これでは歌わないですけどね。オッケーオッケーオッケー、それくらい出ると。はい、うん、したら考えよう。エンディングってさ、なんか本当エンディングって感じの曲どうでしょうね。まあでも これにさ、もう本当書き下ろすってなれば別にそういう感じでもいいよね、うん、はい、うん、そうだよね。それこそ本当いい曲だなってなったらね、ずっと使えるかもしれないしね。 CD 化、 CD 化とか、ね、そうだね、 CD 化したいですよね。 CD 化したいね。売ればさね、少しでも番組の、そうだよ、浮くし、はい、この辺にお菓子が置いてあるような時が来るかもしれないでしょ、うん、はい、うん、そうだよね。いや僕もあの協賛ねしますから、もう必ず、ね、よし、少しずつあの潤わせていこう、はい、ということで、じゃあ最後は僕も
最高に高い声で